えー、あの皆様今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました、京都大学人文科学研究所の石井美穂と申します。えっと、今日はですね、あの、まあ、えー、人文社会学の未来に向けてということで、えー お話しさせていただきますで私のタイトルは先ほどご紹介いただいた通り「科学の私学に向けて」ということなんですけれどもあの、まあ、専門は文化人類学でしてでこれまでにそのガーナとか南インドで調査をししてままいりましたで主にはです、ね、その現地の宗教実践ここのえっと右側に映っている2枚はえっと南インドの宗教実践で、えー、奥の方に映ってますのは私が博士課程で,です、ね、調査をしましたガーナの精霊祭祀の模様です。 でこの辺りのお話もですねまたの機会にさせていただいたらと思うんですけれども、えー、今日はより広くですねあの今日の研究者がまあ分離を問わず、えー、置かれている状況でもちろん私がそれを全てあの、えー、把握してるわけではないんですけれどもその中でもその目立った変化っていうところに焦点を当てて、えー、特にネットワークっていう問題にです、ね、焦点を当てて検討した上で、えー、それをです、ね、別のネットワークの方向性から相対化する道を探ってみたいと思っております。 でまずあの「分離融合」っていう言葉は今非常によくあの聞かれる言葉じゃないかなと思います。 であの大学にいてもですねあの二言目にはです、ね、分離融合分離融合というふうに言われるわけなんですけれどもただ一方であの人文社会学の危機とかですねあるいは今日のように人文社会科学の未来といった文脈では、まあ、非常に現代社会科学変調であってそれに対して人文社会科学から何かこう提言したりとかですね批判的な見解を述べることが必要といった意見も聞かれるわけです。 でただです、ね、ここでまあ気が付かれると思いますのは、まあ、いずれにしても理系あるいはその自然科学と文系あるいは人文社会科学がこう厳然とした何かこう対照的なカテゴリーであるようなそうしたイメージがあの最初にあるんじゃないかと思うんですねまず違うものがあってその上でそれをどうにか融合させようっていう風なアイデアがまず分離融合というところには見え隠れしています。 であのまあ、そうした時にですね、えー、想像されるような対照的なイメージっていうものはどういうものかというのをちょっと整理してみました。で一般的なその自然科学のイメージは、まあ、客観的で反復可能な方法を用いて対象を分析するでつまりその社会的あごめんなさい、えっと、科学的あるいは自然的な心理をまあ発見してですねでそれをまあ応用を通して社会的にこう還元していくというようなイメージではないかと思います。 でそれに対して人文社会科学とはまあ何かと言いますとえ人間社会の考察ですとか、まあ、人間性を高級していくでそれからまあ自然科学におけるその研究成果の応用に伴って、まあ、大きな社会変化が起きていく時に、まあ、それを批判的に分析するというのも役割であるというようなイメージがあるのではないかなと思います。でしかしその、まあ、研究者のしていることをですね社会との関係性というところから見ますと。 実はそれほどですね人文社会科学と自然科学が、えー、違ったことをしているのかっていうのが一つの問いになると思うんですね。でもう一つはあの今日の2番目のトピックでありますけれども私たちは分離を問わず新たなシステムに巻き込まれているというふうな状況があるのではないかと思います。であの今日の発表の構成ですけれども。 えっとまずですねあの科学技術論の視座を借りつつ、まあ、科学的な事実ですとか知識とされるようなものがどのように社会化されて需要されていくのかということを見ていきたいと思います。これはまあ本発表で実在化ののプロセスというようよなものですでその次にまあ今日ですね研究者である私たちがどのようなネットワークに巻き込まれているのか。 ということをですね。具体的にちょっとご紹介したいと思います。で、これについてはまあ非常にですね。あのよくご存知の方といや、あの初めて聞くっていう方がまあ両極端いらっしゃるんじゃないかと思います。けれども、もえそうした。新しいそのシステムについて見ていきたいと思います。で、それからですね。まあ、今日のテーマのあの科学の私学に関わるんですけれども、そんな風にしてま2番目で見ていきますように。どんどんとこう一元化していくような研究のネットワークを。 何かしらそこからこう距離を取ったりとかですね再化することは可能なのかということをまあ探,探ってみたいとでそのためにまあ人間ならざる者からなるような有機的なネットワークにこう没入していった人々の研究にもう一度こう焦点を当てるということをしたいと思います。で具体的にはまあ中谷幸一郎とですね南方熊楠っていうまああの2大巨大な研究者をここではちょっとスポットを当ててみたいと思います。 でまずですねあの、えー、最初に実在化のプロセスとは何ぞやということなんですけれども、えー、これはあのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもあの人類学の中でもですね科学あるいはその科学技術というものを、まあ、メタ的に研究する分野が、まあ、非常に今あの交流しております。えー、で中でもででもも代表者の1人人人ある人がが、まあ、ブルーーラトゥーという人なんですけれども彼が まあ、アクターネットワークセオリーという、まあ、有名になっています議論を提唱してるんですけれども提唱してきたんですけれどもでその中の有名な事例をですね今日はちょっと最初にあのご紹介したいと思います。であの最初にですね私はさっきその自然科学の一般的なイメージとして真理の発見でその応用っていうことを言ったんですけれどもラトゥールのこの議論っていうのは、まあ、そうしたです、ね、見方に、まあ、疑問を投げかけるものだったんですね。 で彼がその科学者のチームによって行われたアマゾンの森林土壌の調査っていうものを例にとってあの述べているんですけれどもここでですねその科学者たちはまあ土壌森林がです、ね、サバンナに向かって進んでいってるのかそれともサバンナの方がどんどん森林を侵食していってるのかっていうのを調べるためにですね土壌とか植物の標本をまあ取ってくるわけですね。 でそれをまあ研究室に持ち帰ってまあ標本にいろいろ区分してですね分析してまあデータ化してそれを論文にしてっていういろんな段階を経ることによってまあ森林の方が実はサバンナに向けてまあ進んでいたんだっていうふうな事実をあのまあ事実として述べていくわけです。でここでそのラトゥールがあの主張したいのはしたいことはですねつまり ま真っさらにです、ね、何か事実みたいなものがあってそれを科学者がこう発見しに行くというんではなくって実際にはそのサンプルですとか実験器具ですとか、えー、それをデータにする機械ですとかですねあるいはそ,のそれを遠くの国々まで運ぶ、まあ、本国まで運ぶ交通網とかあるいはその論文のジャーナルの制度とかですねそうしたものがネットワーク化されていくことに通を通して初めてですね 科学的な知識とか事実というものがいわば作り出されて、まあ流通していくと、でそれが何回もまあ流通していくうちにだんだんこう安定化して、でいわゆるその科学的事実としてあのまあ定着するというふうな過程を描いたわけです。でこういうふうに見ますと、あのまあ最初のですね旧来のまあ科学自然科学のやっていることは、まあ真理の発見であるっていうふうなイメージをまあ再考せざるを得ないというふうなことが出てきます。 で、ただですね、あの、今日の発表で、ええー、より焦点を当てたいのは、同じですね、科学論の実在っていう本の中で、えー、ラトゥールが言っています、科学的事実の循環系っていうふうなモデルです。で、これが今日の発表の中で、まあ何度も出てくるこの図なんですけれども、で、彼はですね、まあラトゥールはその科学的事実とか知識というものが、まあ安定化して実体化されていく、実在化していくときに、 まあ研究者たちが何をやっているかっていうことに着眼するわけですねで。それがさっき私が最初に申しました、その研究者たちとの、その社会との関係っていうところなんですけれども、で彼はそれを5つに分けるわけです。5つの活動、そのループがあると。でそれが全部こうつながりあって、科学的事実の実在化っていうものを可能としてるわけなんですけれども、その最初がその世界の動員、それからえ自立化、同盟関係、 それから講習の意見表明最後にリンクと結び目の作成あるいは強化というふうに言えるかと思いますで具体的にどういうことかっていいますとその世界の動員というのは道具を作ることであるというふうにラトゥールは言っていますでさっきの,その、えー、と森林土壌のサンプリングで言いますと、まあ、土壌をですねあの採取するとかですねあの実験器具を作るとかそういうことですねで次の自立化っていうのは同僚を集めることだというふうにラトゥールは言っています 自分一人ではこれが事実だというふうに言ってもじゃ流通していかないわけですのでまずは自分の近い分野の人たちのせたちをですねあの仲間にして説得しないといけないわけですねで同盟相手を見つけることこれもまあ、例えばその異分野によりその事実性を説得していくとかですねあるいは資金を取ってくるとか,とかですねそういう活動が含まれます。 でそれから講習の意見表明っていうのはこれはまあその成果をですねより広く一般の人々にあの、まあ、宣伝してですね分かっていただいてこれが事実だっていうふうなことを、まあ、説得していくわけですね。私がこういうふうにです、ね、話しているのも4番目の講習講習の意見表明という活動の中に入るのかもしれません。でそういういここととととを通してその、まあ、研究ののコアアアであるところのです、ね、概念とかかイデ いいうものがますますすま安定ししてて強化していくわけです。で、それがまあ非常にこう安定していくということは同時にこうした活動が非常にこう活発に行われてそれが作り出すところのネットワークがまあ拡張していくいろんな人とつながっていろんな人にその事実っていうものがまあ納得されていくような過程としてえっと見ることができるかもしれません。 であのラトゥールは基本的にその科学ですね近代以降の,その科学っていうものを、えーまあ、テーマにして研究をしてるんですけれども実はその人文社会科学においても、えー、同様のプロセスが見られますで例えばですね私の専門であるところの文化人類学から、えー、とこの循環系モデルを考えてみたいと思います。 で私の場合はですね例えばその世界の動員道具を作るとなった時には人類学というのはあのさっきのちょっとスライドでお見せしました通り長期のフィールドワークを行うことが一般的なんですけれどもそこでいろんなこうデータを収集するわけですね例えば個別訪問調査をしてそれぞれの世帯の人数を数えたりとかですねあるいは牛を数えたりとかですね土地を測量したりとか かと思えば、その儀礼とかですね、あの神話、神話の採集をしたりとかですね、そうしたことがすべて、まあ、この世界と動員に入るのかもしれません。で、自立化の活動というのはどういうことかって言いますと、まあ、あの、所属する研究室とかですね、学会で発表したりとか、あるいはその学会誌に論文を投稿することで、まあ、自分がデータとして持ってきたことを、ま研究成果に転換する。 わけですね、それで変換して、えー、その中である種の、まあえー、評価を得るということが自律化に入るかと思いますで同盟関係というのは、まあ、例えばそのえーまあえー、っとですね復興地震と復興について、まあ、調査をしている人類学者がですねあの、まあ、地震を専門にしている科学者と、まあ、共同研究をするというような形で共同研究を組織したりとかですね あるいはその外部資金を獲得してくるといったようなことが含まれます。で、講習の意見表明というのは、まあ、さっき申しました通り、より広くですね、一般的にこう講演したりとか本を出したりということで、パブリシティを増大させていくとと,ともに、まあ、フィードバックを受け取るというふうな活動ですね。で、それを通して、人類学の場合、あの最近ではですね、マルチスピーシーズ、一種、異種間の関係とかですね、あの皆さんも お聞きになったことがあるかもしれないですけれどもそうした新しい概念がまあ一つの概念的なコアですねそれが広まっていくと普及していくということが言えるかなと思います。であのー 今ご説明したようなその循環系の科学的事実の循環系のモデルというふうな、えー、ラトゥールが描いたモデルは、えー、単にですねその科学あるいはその社会科学も含めてそうした研究者の活動を、まあ、実在論的に見るためのモデルというだけじゃなくって実際にはですね研究者があの巻き込まれてしまっているあの非常にこう実践的なシステムになってるんだっていうことを考えてみたいと思いますで例えばあの えと日本学術振興会というところが毎年公募してます、えー、科学研究費助成事業というものがあるんですけれどもでそこに申請するときにあの申請された方も申請されたことのない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、規定の用紙があるんですねフォーマットがありまして。 たいで,ですね研究の目的と方法とかあの複数で応募する場合役割分担とかですねあるいはその国内外でどういうふうなこの研究の動向があってそこの中でどう位置づけられるかとかですねあるいはそのどういう効果が見込まれるかとかいうことをま書くんですけれどもそれはあのこの右の図と対応してお気づきのとおり、まあ、どういうふうに世界を動員してですねあるいは仲間を同僚を 動員して、あるいは同盟関係を作る、あるいは資金を獲得する、それを課見費に応募するっていうのは、まさにこの3の、えー、活動なわけなんですけれどもで、そうしたことがもうすでに予見的に組み込まれたようなフォームになっているわけです。つまり私たちはもうすでに、えー、こうした科学的事実の循環系の中に含まれて、あの組み込まれていて、その活動をまあ気がつかないうちにですね、一生懸命やっているというふうな状況にあるかなと思います。 で、あの、もう一つですね、近年のその,あのけ、傾向として、そうした研究ネットワークがですね、ますますその、拡張され、また強化されているっていう例を、えー、見ていきたいと思います。これも、あの、非常によくご存知の方と、あの、いや、初めて聞くっていう方がいらっしゃるかもしれませんけれども、近年ですね、その、分離を問わず、まあ、研究の業績ですね、研究者の業績を評価するための指標として、 えー、まあ一つはですね国際協著論文というものがあります。でもう一つは、えー、インパクトファクター、まあ、引用影響度っていうふうに、えー、と言われますけれども、その二つがですね非常にこう重要なものとして、まあ、特に取り上げられるわけですね。で、どうしてまこうしたものがですねその分野を問わないま指標として用いられるのかというところをさっきのラトゥールの循環系モデルからちょっと考えてみたいと思います。 であのそのうちの一つのです、ね、国際協調論文なんですけれどもこれはあの、まあ、シンプルにお分かりになるかと思いますけれども1、まあ、人で書く論文が単調論文ですね協調論文というのは、まあ、何人かで書くで国際となると、まあ、別の国の研究者と共同で書くわけですでそれはです、ね、その分野によってどういうレベルで協調とするのかというのは、まあ、違いますけれども いずれにしてもさっきのその循環系モデルから言えるのはえ単調論文とかですねあるいはその国内の研究者だけで書いた論文よりもまあ多くの結びつきがそこで生まれていてそれから広範なネットワーク日本だけじゃなくて例えばドイツとイギリスとアメリカとつながっているみたいな形で広範なネットワークが形成されていいるというこ,とが言えますでこれをさっきの,そのラトゥールの循環系モデルで考え直してみますと。 つまりその自立化一人じゃなくって仲間と一緒にやっているそれからその同盟関係異分野の人あるいは別の国の人とやっているというわけでこの自立化と同盟関係の活動においてまあかっこつきですけれども成功しているというふうに言えます。でつまりここでは その内容によらずですね、そのネットワークの,その密度ですとか、その広がりっていうものがその評価の基準として非常に重視されているということが言えます。で、それでは、あの、インパクトファクターはどうでしょうか。で、インパクトファクターっていうのはですね、初めて聞かれる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、あの、えっと、 大きなですね、引用文献のデータベース、ウェブオブサイエンスコアコレクションというものがあるんですけれども、えっと、そこの,その巨大なデータベースに収録されたデータに基づいて、あ,のある学術論文が、まあ、論文1本につきえ、特定の1年間に平均何回引用されているかというものを算出した、えー、ものですで。今日ちょっと詳しくは説明しませんけれども、もしご興味があったら、あのインパクトファクターで検索していただくと、あのうん その算出の方法とかが出てきますので、またえっとご参照ください。で、ここで問題なのはですね、あのそのどういう文脈でそれが引用されているのかっていうのはまあ、問わないわけですね。つまり批判されててもカウントされるし、あるいはその肯定的に評価されててもカウントされる。で、それからこれあくまでその学術史がどれぐらいま引用されているかっていうものであって、その論文が どうだっていうことですとか、それに乗ってるからその論文の学術的価値がどうだっていうことは全くその関係がないわけです。で、ですけれども、あのまあ、いろんなところでですね、この高いインパクトファクターを持った雑誌に投稿するということに非常に価値が置かれている。で、どういうことか、なぜそうなっているのかっていうのも、まあ、やっぱりですね、さっきのあの循環系モデルからある程度は説明できると思います。 でつまり、そのある雑誌がですね、高いインパクトファクターを持っているということは、そこに非常に多くのネットワークが集中しているということを意味するわけです。つまり、非常に多くの研究者がその雑誌に関心を持って、その中の雑誌を参照している。でそれから引用数が多いということは、まあ、それが否定的であれ、肯定的であれ、 引用によってさらにその内容が流通しているというふうなそのネットワークに流通力があるということですねそれから投稿が集中することによってますますそのネットワークは密度を増していくでここであの見えてくるのはですねどういうふうな価値づけがなされているかっていうとより多くより強くより広範な流通力を持つネットワークというものに価値が付与されているということが分かるわけです。 で、つまり、さっきのその国際共助論文にせよ、インパクトファクターにせよ。ここでその価値の基準となっているのは、むしろそのネットワークの密度だったり、共助強度だったり、それがどれぐらい伸び広がっているかっていうことだったりするということが見えてきます。で、そこからですね。さらにあのさっきはですね。学術史というものに焦点が当たってたんですけど、それは個人レベルの研究者でもあのますます。 進展しているというところをちょっと見ていきたいと思います。で、それがここのですね、研究者向けのソーシャルメディアの発達というところです。で、今ですね、あの、えっ、ー、と、リサーチゲートっていうのをここでは例にとってますけども、アカデミアエルとかですね、類似のたくさんのこうしたソーシャルメディアがあの発達してます。で、例えばそのリサーチゲートでしたら、あの、こういうふうにですね、誰でもまあ基本的に、あの、自分のページを作って、そこに自分の まあ論文をですね出版元の,その権利を侵害しない範囲でアップロードすするることがでできるわけですでそうしますとまあ自動的にですね共著者だったりあのまあこれもフェイスブックなんかと同じで自分がまあ気になる研究者をフォローしたりとかですねあるいはフォローされたりっていうことがあるんですけども。 そのフォロワーとかです、ね、誰をフォローしているかとか、えー、誰,誰を自分がえっと引用したかとかですね誰によって引用されたかっていうことが、まあ、自動的にですね顔写真がある場合は顔写真とともにこう出てくるわけですね。でそうしたその論文の非引用数ですとか、えー、あるいはその参照数とかですあそれからそのフォロワーの数に応じて、えっと、RG スコアっていうふうなある種のまあ点数みたいのがですね自分の顔写真の横,横に出てくるわけですね。 で、あの、こうしたそのメディアのデザインが、えっ、ー、と、何をしているのかって言いますと、これもそのさっきのラトゥールのモデルを使って考えてみますと、つまりその自立化っていう、まあ自分のですね、研究者のネットワークの中において、どういう位置にあるか。 それからそのコーオーサーとかいうところに出てきますけれどもあるいはそのどういう同盟関係を持っているかっていうふうなネットワークというものあるいはその自分自身の研究の影響力というものが、えー、まあ図,像図,図的あるいはその数値的に一挙にこう可視化されるというふうなシステムになっています。 で同時にここではですねその、えっとまあ、質問やり取りしたりメッセージやり取りしたりすることができますのでますますですね、まあ、ウェブを通してリンクを形成したりネットワークを拡張するっていうふうな仕組みにもなっているわけです。であのもう一つですねあの興味深いのは日本でもありましてこれがリサーチマップという今 話題の,あのウェブサイトなんですけどもこれはですねあのもともとその科学技術振興機構がえっと国立情報学研究家からのソフトウェア提供を受けて運営しているというサイトですでこれもですねさっきのリサーチまあリサーチゲートとまあ似てるんですけれども基本的にその自分の業績がこう自分の業績がまあアップされていくとでただここでその興味深いのはお隣の研究者というふうな形でその そのこの当,当該のです、ね、研究者と類似性が高いというふうにまあ判断した判断されるというのはこれは自動的に判断されるんですけれどもそうした研究者がこう隣にこう出てくるわけですね。でここでもやっぱりその研究者のネットワークっていうものが可視化された形でまあ業績とともにまあ出てくると。であのここでまあ興味深いのはあの平成31年度からがですね、まあ、これがそのさっき言いましたその課件費の あの公募の際にですねそこに申請した、まあ、研究プロジェクトの審査に際して、まあ、参照されることが、まあ、決,まり決まりましたということです。であの必ずしもこれが、まあ、あの参照されるとは限りませんしそれから、まあ、業績だけを見てくださいっていうふうなガイドラインもあるらしいんですけれどもただこう開くと同時にこのお隣の研究者っていうのが出てくるわけですね。 でこうしたその研究者を取り巻くネットワークっていうものが業績とともに可視化されるっていうふうなウェブサイトがこういうふうなまあ外部資金の審査においてまあ使われるということに対関してどういうふうなそれが潜在的な意味を持つのかっていうのについてはあの十分な議論が尽くされているとは言えないのではないかと私は思います。 であのここまでですねこういうふうに、まあ、ラトゥールから始まって、まあ、現在ですね現在の,そのインターネット上におけるその研究成果の公開システムに至るまでネットワーク研究者を取り巻くそのネットワークっていうものはますますその拡張していますしそのさっきのモデルで見たような諸活動っていうのはますますその加速していってるというふうな状況にあります。で あのまあ、こうしたシステムっていうのは非常にまあ便利でですねあの皆さんフェイスブックとかインスタグラムとかツイッターとかされてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、基本的にその学罰とかですねどこの研究室かっていう関係なくこうつながることができたりとかですね海外の研究者とやり取りできるっていう意味では非常に便利なんですけれども一方で非常にそれが影響力を持ってしまってあるいはその評価のツールの一つとなることでやっぱり問題も生じているんではないかと思います。 で、それは、あの、繰り返しになりますけれども、え研究者の業績と、ネットワークと、それから影響力が、まあ、一望的にですね、可視化され、数値化されてしまうと。ということは、どういうふうな、あの潜在、潜在的な力を持つかっていうと、研究者に対しては、その、より早く、その、より多くの、 ま接続ですね、リンクを獲得するとともに、広範な影響力を持つ強いネットワークに参入して、その中で成果となるま情報を発信し続けるということが、根外にま要請されるという風な状況にあるのではないかと思います。で、こうしたことはですね、まあ、言うまでもなく、特にその若手のですね研究者に対して、まあ、早くつながらなくちゃとかですね。 早く早く更新しなくちゃとかですね、そうした形で、つ、ま、な、あ、がりへの渇望と、まあ、焦燥感を生んでいきましてで、それが結果的にこうしたネットワークの拡張とシステムの,あの拡大を促しているんではないかというふうに思います。 でつまり一見すると、まあ、研究者がですね、まあ、自発的に非常にこう生産性を上げてですねどん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 つながりを作って、まあ、インパクトファクターの高い雑誌に投稿しているような状況は実はシステムによってまあ動かされているというふうな逆転した状況が起こっているのではないかというふうに言えますであの今日のテーマの科学の4月号に移っていきたいんですけどもじゃあですね まあこういうふうにこう一元化していくようなネットワークに対して何かそれをあのまあ再化するようなですね可能性はあるのかということをちょっと考えていきたいと思いますでさっきから見てますように今のアカデミアではですねまあおそらく分離を問わずその世界の動員からそのリンクと結び目の強化に至るえ活動っていうものは加速していきましてで同時にその研究ネットワークっていうものがまあ逃げようのないほどですね包括的になっていると いうふうなある種の,あの一元化していくような状況があるかと思います。でもあの私たちがその研究の実践というものに立ち戻って考えたときには常にそうしたそのさっきの循環系モデルに還元できるんではないんじゃないかというふうにも思うわけです。であの世界の動員という営みをもう一回考えてみますとそれは人間、まあ、研究者がですねあの、まあ、研究を進めていくときに 様々な、まあ、人間以外のものもも含むアクターととと関わっていくといくうことが言えますであのラトゥール自身はですねこれについて、まあ、非人間が人間の言説の中にず、まあ、みされていく、まあ、利用されていくっていいますかためのまあ手段であるということを言ってましてこれはその手段であるっていうことをまあ明言しているわけなんですけれども本当にそれに尽きるものなのかもうちょっとなんか豊かな可能性があるんじゃないかっていうことを見ていきたいと思います。 でここであの登場しますのがえ中谷幸一郎でございますであの中谷幸一郎はですねあの説評学者で北海道大学の教授だったんですけれども師匠はあの著名な寺田寅彦さんですねであの非常に優れた、ま、科学者であった方々ま随筆を多数執筆されていますでその寺田もですね中谷も共通してまあ,あの言えるのは非常にその不思議っていうものに対する感受性が、ま、強かったっていうことですねで読み上げませんけれども たとえその科学によって何かが説明されたとしてもそれはその生命の神秘が消えたんじゃなくんだその神秘性というものはあの減りはしないっていうふうな、まあ、これはまさにその寺田トラヒコも言っていることですけれどもそうした形でその不思議なるものが科学にとって非常に大きな意味を持っているということを言ったわけですね。でこれはその研究対象をまあ採取してそれをまあ操作して まあ、成果に変換していくことを通して人間の言説の中に、まあ、どんどん取り込んでいくっていうようなえ世界のの動ととは異ななるる態度のあの、まあ、可能性を示唆していいいんじゃないかと思いますであのこの中谷が面白いのはですねあのその彼が対象としていたのは、まあ、雪とかあのまあなんでしょうね、えーまあ、氷とかですね大気とかなんですけどそれだけじゃなくても実験室もですねある種の生き物のようにあの語っているところがあります。 これは実験室の記憶っていう、ま、1942年に書かれた、あの、随筆なんですけれども、これも、あの、読み上げませんので読んでいただいたらと思うんですけれども、ま、その暗黙知のような、その、私たちがその実践、研究の実践をしていくときにいろんなものと関わっていくんですけれども、それは必ずしも、その、サンプルであったりとか、道具であるだけじゃなくて、自分たちの知識を支えたり、それを、まあ、 何ですかね、その実験室だとか、その実験道具みたいなものがなければ、それが可能ではないものとして、まあ、生き物のようなものとして語っているというところが面白いなと思います。で、あの、下の方ではですね、実験は生き物であるというふうなことまでえ語っています。で、つまり、その実験をするときには、まあ、安で魚を作るような気持ちで、こう、ふっとやらないとうまくいかないというわけですね。で、 これはまあどういうことかっていいますと、まあ、実験室とかですね実験器具みたいなものも含めてある種の,その有機的なネットワークを構成していてその中に彼自身がですね没入することを通して何か見えてくる内部からその対象を理解しようとするような態度ではないかと言えます。でこうしたですねその中谷の姿勢とですねどこか共鳴しているように思われるのが、まあ、あの有名なもう説明するまでもない南方熊楠でございます。 であの年齢的にはですね中谷さんの方があの、まあ、あの後の方に生まれたんですけれども南方、まあ、もですね、えっと、独自にその年金研究っていうものを進める過程で、えー、タクトっていうふうなです、ね、面白い概念を出しています。で彼はですねその年金研究というふうな、まあ、科学的なです、ね、あの対象を研究するだけじゃなくって、まあ、同時にですねそのやはりその不思議ですとか縁についても考察しているわけです。 でこのタクトっていうのはあのやり当てるっていうふうにも言いかけ言い換えてますけれども、まあ、半ば偶然的であって半ば熟練の技による、まあ、対象との出会いとか行為の成功というふうに言,いく言うことができるかなと思います。であのー、それもですねさっきのその仲屋の事例と似ていて、まあ、有機的なネットワークの中にその皆方がこう没入していったでそこで、あのー、年金と出会うわけなんですけどもその出会いにこのタクトが どう働いたかっていうふうなことです。で、これもあの読み上げませんけれども、皆なかた自身がですね、あの、まあ、書簡の中でどういうふうに自分がこうタクトを発揮したかっていうふうな事例を、えー、ま、書いてるわけですね。で、ある日、ある夜ですね、夢に、まあ、ここを探せば必ずこの珍しい年金があるよっていうふうなお告げを聞いてですね、見なかった割とそういうことがよくあったみたいですけれども、で、<laughs> あの、山を探し回ったんですけれども、なくって、あの、もう帰ろうと思って、帰ってる途中にですね、 の金をまあ多く見出したとここれこそがタクトなんだって言ってるわけですねでただここであの注意すべきは、皆方はその夢の告げのおかげでまあ見つけたんだって言ってるわけじゃなくって、まあ、夢をきっかけとしてですね、自分のある種のタクトが発揮されて、そのです、ね、森と一体化したような、まあ、自分のですね、その実践を通してこの金というものとこう出会ったんだということを言っているわけです。 で、これはそのラトゥールの描いたそのアマゾンにおける科学者の土壌サンプリングとまあ対照的であると思うんですけれども、えー、まあこの事例ではですね、少なくともラトゥールは、ラトゥールが描いているのはですね、まあ、科,学じ科学的事実の実在,実在化に向けて、その道具としてですね、対象をまあ収集したり操作するというふうな世界の動員のあり方。 でそれに対してその南方がやっていたのは、まあ、年金がその一部をなす森の有機的で偶有的なこうネットワークに参入していくとでそのことを通してまあタクトを発揮してまあ年金と巡り合うというふうな全く別の,あの、まあ、実践のあり方かなと思いますであのでさっきも申し上げましたようにこの世界の動員っていうのが、まああのまあ、目的思考的でありまして で人間ならざるものをまあ変換することによってそれを人間の世界における事実としてまあ確定していくっていうふうな作業だったのに対して南方、まあの方はですね、まあ、そもそも人間が感知しうる領域というのは非常に限られている。 これは皆方の描いたある種の不思議のネットワークなんですけども上の方には大日如来の大不思議っていうのがありましてとてもこう人間が感知できないものが結局のところはあり続けるっていうふうなスタンスなんですね。それはさっきの中谷のえっと視点とですね共鳴しているところがあるかと思います。 であのそういうふうに考えますとあのさっきですねあのラトゥールの、えっと、循環系モデルを説明するときに、まあ、人類学の例をとって考えたんですけれども実際その人類学が世界を動員していくような実践かというと、まあ、必ずしもそうとは言えないんじゃないかっていうことを考えたいと思います。 つまり人類学者っていうのは1年ぐらいですね現地に行ってまあそこに暮らしてですねある種こうアカデミアからその間は分断されてですね全く別の,その現地の論理現地のネットワークみたいなものの中に没入するわけですね。そこではその何かまあこれをですね絶対にこの論文に投稿してやれみたいな感じであの集めている場合もあるかもしれないですけどそれでもですねやっぱりその現地のネットワークに組み込まれることで自分自身がまあ変わっていくと。 いうふうな状況の方が、あの、大きいんじゃないかなと思います。非常にこう、不確定的で、あの、予測不可能な部分もある。それこそこう、タクトをだんだんとですね、作り上げていくような、そうした実践だというふうに言えます。 で、あの、それがですね、あの、これはまあ、私、昔の私が精霊と合ってるところですけれども、まあ、つまり、この身体というものを持って、その現地にそれぐらい長いこと住み込むということに、やはり、ある種意味があって、で、それは皆方の言うような、その、タクトの情勢というものと無関係ではないだろう。で、もしもですね、その、効率性とか、より強く、より早く、より多いネットワーク構成というものだけを考えるなら、あの、まあ、短期間の調査でですね、さっさと、あの、 え資料を集めて論文にした方がいいんですけれどもそれだけではやっぱり見えてこないものがあるでそれはおそらくその対象がその一部をなす有機的なネットワークに没入してその運動にま自分を合わせていく、まあ、同期していくというようなこの自己の変容というのがまあ非常に重要になってくるんじゃないかと思います。 であのこうした実践というのはですねあの人類学者壁村で調査する人類学者とかですねあるいは山にこもっている皆方のような人しか無理なのかというとおそらくそうではなくって最近のその科学人類学の,あの、えー、見てきたことを、えー、見ますと、まあ、非常に面白いことが起こっていて科学的なその研究の現場でもやはりそのタクトの発揮を通したその不思議の探究というようなものが起こっているのではないかと思わせるような事例が報告されています。 で、例えばですね、その、えっ、ー、と、ここでは例2だけを、えー、取り上げますけれども、えっ、ー、と、iPS 細胞を、まあ、あの、作っているですね、研究所で調査した、ま、鈴木若菜さんという方は、まあ、細胞を作っているそのテクニカルスタッフの人がですね、えー、細胞をこうケアしていくときに、まあ、オノマトペを使ってその細胞の状態を把握したりとかで、なんか生き生きしてるとかいう感じでですね、えっ、ー、と、まあ、把握したりとかですね、あるいは自分がその細胞によって影響されるような、 ある種のこうタクトのようなものをこう身につけてそれでもって細胞との関係を形成しているということをまあえ報告しています。であの科学の私学へというところにあの着地していきたいんですけれどもあの最初の方で見ました通り今の研究者を取り巻く状況というのは。 まあ言ってみればそのラトゥールが最初にその科学的事実の循環系で描いたそのモデルというのがますますまあ加速してまあそれからその包括化していくというようなものかと思います。 でここではですね、私たちがまあ最初の方に紹介しました通り、素朴に抱いているような、まあ、科学っていうのがまあ自然的な心理の発見であって、人文科学、人文社会科学というのはそれ,それへの批判を含めた、まあ、人間社会の探求であるというふうな二文法自体がもう成り立たないような状況になっていると思います。 で、それはですね、その研究者を取り巻く、まあソーシャルメディアの発達によって、ますますそのネットワークのえ密度と強度とか、それからその伸び広がりっていうものが重視されるようになっている。つまり私たちはみんなその分離を問わず、そうしたそのネットワーク化の運動に巻き込まれているということが言えます。で、あの、こうしたですね、状況の中で、その私たちに、まあ研究者にですね、あの、とってはですね、えっと、まあ、 声なき声って言いますかそういう命令が聞こえてくるんですけれどもそれはより早くより多くより強いネットワークを形成せよというふうな命令ですね。でこの命令に応えるためにですねその研究者は対象を操作して成果にどんどん変換しながら加速するシステムとネットワークの拡張に取り残されまいともがいているというふうな状況があるかなと思います。 で、しかしながら、その中やとか、その皆方の、まあ、研究への向き合い方が、まあ、あのー、まあ、示していたのですね。そうではなくって、また別のその不思議っていうものが、まあ、決してですね、消え去らないところの有機的なネットワークに、こう、没入することの意味でした。で、そのためにですね、私たちは、まあ、非常に、こう、時間がかかることであり、まあ、非常に、こう、あの、キャッチーではありえないような地道な、あの、営みなんですけれども、それぞれの研究において、 まあタクトのよううななものを身につけるというふうなこといこが重要ではないいかとそこからですねあの科学の思学っていうところに行くんですけれどもつまりその最初からですねこの世界においてその科学的な事実とか知識とかあるいは普及し得るような概念を定着させていくというふうなことを目的として世界の動員に先進するのではなくて、まあ、非人間を含む物事へのまあ えー、そうしたもののネットワークへの没入を通して、えー、世界と、まあ、驚きに満ちた遭遇をするとでそうしたことはです、ねまあ、研究者にとってはある種こうタクトを体得しながら、まあ、対象を身,か身体的に理解していくことですね人類学であれば1年間のフィールドワーク ですとかオノマトペを通した、えー、細胞の理解っていうのがそこにあるかと思いますけれどもそれとやはりそのアカデミックな、えー、それをですね場にこう還元して理論化していくっていうことからは逃れられないんですけれどもそうしたそのこの王冠の中にこそある種こう創造的でなおかつそう実践的な、えー、科学の私学の可能性があるのではないかと思います。はいい参照文献です、はい、どううもごご清聴ありがとうございました